地下鉄名古屋駅。駅員が着ているのはサッカー J1 名古屋グランパスの T シャツです。その訳は、名古屋グランパス OB の玉田圭司です。歩きながらのスマートフォン操作は大変危険です。絶対にやめましょう。名古屋グランパス OB でサッカー元日本代表の玉田圭司さんが名古屋市交通局の PR アンバサダーに就任。明日からおよそ2ヶ月間グランパスの試合がある日は、交通局の全職員がグランパスとコラボした T シャツを着用します。僕が2010年優勝した時はあんまり優勝って気にしなかったんですよ。目の前の試合に対して勝つことだけを考えていた結果が優勝だったので、そういう気持ちでやることも大事になってくるのかなと思いますけどね。